花へ聞かまします一気打ちオン Bring it on down弱い言葉は今に見てろ何でもやってやるぜただやろう好きは最高の原動力やな否定からは何も始まらへんではいどうもイキです。今日はですね前回の一気打ち北海道の陣に引き続き今日は一気打ち大阪の陣です。どうね、というわけで大阪一騎打ちプロジェクトとしては大阪にね来るのは3回目なんですよ。2回は舞台でねあの大阪に来たんですけど、うん、このトークショーとして大阪に来るのは初めてということで、まあ、僕もね出身が奈良県で、まあ、大阪にはすごくゆかりがあるのでまたこうやって大阪で皆さんにこう何かを発信できるっていうのはすごく、嬉しくすごく楽しみにしております。というわけでね今日もね本当に愉快なゲストがまだ待っているのでそちらの方にね早速行ってみたいなと思うんですけど前回もう大変やったな。大変やったボケまくるから二人ボケやからさその動画見てめちゃくちゃ爆笑してたから二人も、うんうん、だからちょっと今日さらにボケてくるんちゃうかなっていう心配やんか。いやもうそら上行ってくるやろ上行ってくるわ、うん、まあだから今日はどんなボケをしてくるのかちょっと楽しみにしながら二人にね早速会いに行ってみたいと思います。はい、はい、というわけでゲストのどういうわけじっとしてコロコロついてるからどういうわけとしてどういうわけとかいいね使わずにというわけでゲストの西川春樹選手と西川慎吾選手でーす。よっ北海道の陣に引き続き今日は大阪の陣ですけども、はい、大阪まで春までやってきましたけど、はい、二人も関西出身ということでどうですか地元って言って地元の掲示板ね何地元地元の掲示板ジモティ。地元で譲り合うやつ捨てる。謎のジモティについて詳しいのおかしいやこれジモティ案件じゃない。ジモティ案件ちゃうやろ使えんのかジモティ案件に。まあまあでも何でも喋ってもらってもねこれカットできるんで全カット全カットやばいもんこの時間ないね前回北海道の陣のね動画をね出させてもらったわけじゃないですか。そしたら僕らが半年間こう築き上げてきた過去最高の再生回数を3日で3日で超えちゃいました2人それぐらい本当にね2人のボケが炸裂しすぎて大反響をいただきました。みんなよう見てくれてますね。俺も 4,5 回見たもんね。あ、じゃあそのうちの 4,5 回欲しいんだ。僕です。ありがたいですね、はい、だから今日もちょっと大阪の陣ということで関西市出身なんで2人とも大阪の陣どうですか2人は。いやそれもだってね大阪でのこんなトークイベントも初めてじゃん。あ、そうなんや。初めてです初めて初めて、はい、ということは関西の2人のファンとかもすごく楽しみに来てるんじゃないですか。関西の方が多いからね。どっち分が多いから実際ジャイアンツは東京やし、うん、ファイターズは北海道わけやん、うん、アウェイやもんな。地元やけどアウェイやもんな。アウェイってなんだよ癖強いアウェイでいいやん。でもアウェイアウェイおかしいねアウェイやな。今年はなかったですけど毎年京セラでホームゲームあるから。おお、なるほどなるほど。俺らもだってあのちょっと言ったら庭あるやん俺の。何の庭って。甲子園でしょ。そうそうそう庭言うてんの甲子園のこと。5回中4回しか出られへんかったね5回中4回出てるやん。4回しか出られへんかった。ずーっと怪我してましたよねずーっと怪我してましたよねはい、というわけで、はい、というわけでこうやって関西で初めてまた一騎打ちも3人でできるということでちっちゃい子にやるのちゃうせーの言ってな。それでは行きますってやってるからやるとかそういう探りなんです。3人でちょっと今回ね大阪にまあ来たんですけど大阪着いた瞬間にやっぱ大阪テンション上がるわって言ってたし。上がるな。どこら辺が右見て友達左見て友達。いやそんな友達おらんかそんな感覚で新大阪着いてたどんな感覚なのやっぱテンション上がる。上がりますね。まあ、もうもろ地元やしな。まあでも俺らもまあ関西やしな同じやっぱ奈良と和歌山なんで、うん、ねっ何いいんじゃないですか何いいんじゃないですかいいんじゃないですかその奈良いや和歌山やでいいんじゃないですか。どういう意味合いを込めて言ってんの。いきまんかそのタイミングで言うのもちゃうで、ね、このタイミングじゃない全然ちゃう。せーの言うよって言ったよせーのとか言う問題じゃない。電気の量がすごいもんね関係あらへんこれ3つです大阪来たって感じするわここで大阪来た感じ全然新東京でも全く一緒やからとりあえずね大阪一部二部ありますのでよ今日もお二方ともよろしくお願いしま す, お願いします。はい、それではまだまだまだいつも無言でそれないからくるくる急に回るってどこに座とかないねん。冬向きマッカは冬向きマッカはなんかないねんめちゃくちゃや女装マッカは。え、女装マッカはもう行っていいですか。行きましょう。どっちどっちどっちって何よ。手どっち手右よ右よ右よね右まあまあ右よもうそれでは行きます
言ってないです、また。マスクしてたら言ってるかも分からない。口は動いてるかもしれない。これ貼ってくれよ。何のために野球してきて。声出すためじゃないわ。はい。はい、OK でーす。もう何をした方が良かったかな。全員俺ばっかり。なんかいい。当時よくないやつ。行きましょう。ペヤング、ペヤング、ペヤング、もうええ。なんでさ、本番前にペヤングの話すんの。ペヤングはもうええで。ええやろ、もう大丈夫。みかんくん、じゃあみかん着替える。忘れてきたでしょ。1回前に食いすぎて、1年ぐらい経ったら喉かゆなって無理です。食いすぎたら、うん、あふれんねんって。食いすぎは良くない。どこに俺のとか。コバメーターとバナナメーターって俺そんなホールメーター、ハンマーユージローやったら見えたな。俺そんな素敵なメモしてないから。どれぐらい今俺ソバメーター、ソバメーター。ハンキー君がそのソバ何本食うてか分かれへんねん。週3あ結構食うてますね。今日もソバ食いて結構食うてますね。結構食ってあるもんね。始まりました。思いっきり楽しんで皆さんを前向きにしたいと思います。頑張りましょう。みかん君からっていうのを期待します。タイミングとは。それでは一級手の主催者、清水一輝君です。お願いします。はい、結構見られる感じで、はい、はい、というわけで、早速言うてるやん、というわけで、というわけで、これだけ聞きたいよ。というわけでね、無事に大阪の陣、終わりました。よし、ただいま。ありがとうございました。ただ今日一部で、全開しすぎたボケが完全燃焼。2分もね、掴みは良かったんですけどね。ドーン落ちたもん、最後。めっちゃ散ってはないよ。落ちてはない。そんな落ちてない。あれが本来。なるほどね、本来の形に戻ったって感じ。こうなりすぎてたっていう。トゥーンになってない。トゥーはトゥンじゃん。そうそうそう。なるほど。トゥンドゥンって感じが。ねえ、言ってますけど。まあとりあえず無事に大阪が終わりまして、うん、まあちょっと大変なんですけど、はい、これから東京に戻って。はい。さあね、東京に。行きマッカオちゃうねって。優しいマッカオ。優しいマッ、優しいマッカオってね。優しいマッカオねえ。もう人前ラストやもんね。そうですよ、もう人前に立つのは今年ラストですか。あれしたいな。何、東京のスタジオにってやつ。こういうやつ。ああ、じゃあ最後それで締める。今日は確かに確かに、あれ1回だけやりたかった。ああ、今日瞬間移動で、瞬間移動でね、東京行きますか。これですか。悟空のな。マカンコウサッポーでもいいかな。マカンコウサッポーって感じ強い。何でも貫通する。そう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 、デスビームってことでしょ。あ、フリーザの技な。アニメ好きの2人じゃない。今日ほんまになんか2人の謎の言い間違い、おもろかったわ。夏は夏いとか、夏は夏い、寒は冬いとか、何が起こってた。何やったあれ。あれだけ聞かせて。遊んじゃいますね、やっぱりね。普通にって誰か気づくんかなっていう。ずっと入れていくんです、それを、うん、やってる方僕も楽しかったです。あ、ほんま、はい、どうでしたか今日は。そう、北海道は、ね、感情移入が激しすぎて、はい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 、なんか俺らのスタイルってフリースタイルラッパーみたいな。とりあえずじゃあここから瞬間移動で、はい、行きましょう。東京に行きたいと思います。せーの。